はい、こんにちは。こんにちは。はい、ということで始まりました。先輩後輩マッチョンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。夢丸です。よろしく。はい、まや一世です。よろしくお願いします。第42回ということで、やっております。あっという間の第42回で。今日は、そうですね。前回の第41回がですね、録画で放送の予定だったんですけど、まだハリー・ポッター関連の内容で修正をちょっと繰り返してまして、今、まだ最終確認中でして、はい。まだ41回が流れてないんですけども、今、第はい。42回という。そうなんですね。お待ちください。状況ではい。す。ハリー・ポッターの演出をしている水嶋さんに出ていただきまして。はい。すごい面白い話だったんで、また今後ね、流れると思います。よろしくお願いします。お願いします。今先日、日、はね、はい。あ、どうぞ。まやさんがね、監うん。修だった放送見ました。あ、お笑いイリュージョン。お笑いイリュージョン。しかも TVer でもね、見れるんで、ありがたいです。そうですね。お笑いイリュージョンで検索していただくと TVer で見れますんで。なんか面白かったですね、オンエア見たら。いや、豪華でしたね。結構ね、なんだかメんンだ。1ヶ月弱ぐらいで作りましたけど。バー。ああ。よく、ああいう仕上がりになったなと思って。結構最新なネタみたいなのも入ってたりして。まあまあまあ。いや、本当正直。ね、僕よりカラクリさんの方が頑張ってくれたんで。はい。まあ、カラクリさんのおかげですね。いやいや、まあね、はい。チームワークで 頑張ったってことで。はい。まあ、そしてスタッフさんのおかげでございます。はい。作れないですよね、あんないろいろ。そうね。僕はもう割と、フラフラしてただけなんで。いや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 、はい。そこも聞きたいですけどね。はい。今日ね、すごいい、つもと背景が違うんですよ。全然違いますね。はい。ドキッとしましたけど、誰の家のかな、家かなみたいな。家じゃないんです、これが。家じゃないですね。こちらの赤坂見附にあります、あら。マジックバーサプライズに来ております。よいしょ。はい。赤坂で有という名ことで、な。はい。赤坂で、長年頑張っておられる、激お戦さんが区。来たゲストなんですけども。はい。すということごでいです。ええ、ご紹介したいと思います。はい。上口さんです。よろしくお願いしどうまもー。イェーイ。す。よろしくお願いします。お願いしまはい。す。ということで、流星さんはですね、まあ、僕が最もお世話になってる先輩の一人で、はい。実はお付き合いも、まあ、一番長いと言っ長いですても過ね。長言でい。はないぐらい、はい。まあ、前々からですね、流星さんにはゲストに来ていただきたかったんですけども、やっぱりこの番組がある程度ね、こう、盛り上がってきてから来ていただいた方が失礼じゃないかなと思ったんで、ありがとうございまはい。ちょっとこす。のタイミングになりました。嬉しいです。大変はい。ですか。はい。ということで、ちょっとね、コメント読まさせていただきたいと思います。はい。おもちゃんねさん、こんにちは。今日は、はい、流星さんでございますので、よろしくお願いします。ゆめまるさんのシャツは、アリエクですか？僕も買いました。アリエクって何ですか？アリエクって何ですか、わかんないですけど、海外のサイトで買いました。ゆめまるさんっておしゃれですよね。ゆめちゃん、こはい。の、なんか、面白いシャツだな。T シャツでしょ。あ、これ T シャツだ。あ、T シャ本当ツなんだ。ですね。ごい。まやさんが清掃してるんで、もう急いで今、着替えて。そういうこと？ああ、そう。なるほどね。これ動画で見ると本当に着てるように見えるね。確かに。ちょっとジャンプできれば。ズームみたいな感じですね。なるほどね。これ、ゆめまるさんのお家なの？ これ、夢丸の別宅ですよね。別宅？マジック部屋みたいな。いいマジック部屋ね。みたいな。
ね、なんかソファーには、なんか光って、何、なんて書いてあるのこれ。ドリームじゃないですか。ドリーム。画質悪いんですけど、ドリーム。ユム丸なんで。なるほどね。やっぱおしゃれだな。はい。あやさん、今日はネクタイで清掃されてますが、仕事の合間ですかっていう。そういうふうに思われる。いや、今日ですね、あの、流星さんが、あの、絶対スーツだと思ったんで、ちょっとあの、やっぱり先輩に対して、俺いつもの T シャツで来たらちょっと失礼かなと思ったんで、今日実はあの、ネクタイ締めてきました。これは本物ですけど、ね、これ本物です。本物のネクタイ。はい、本当に。スーツのね、イメージが、流星さんありますからね。はいそうなんですよ。だからちょっと失礼かなと思って。でも俺、暑くてもスーツっていう、この、ね。ああ。夏でも黒いみたいなね。偉いですよ、いつも清掃で。あ、痩せがる。まやさんとは結構どんな豪華なホテルでもシャツ1枚でこう来るぐらい。まあ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 。そうなんです、ね。めちゃめちゃ珍しい。そうですね。仕事では来ますけど。はい。はい、すいません、ということで、ちょっと流星さんですね、まだ、流星さんのことをご存じない方もいらっしゃるかもしれませんので、はい、ちょっと申し訳ないんですが、自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。はい。はい、マジシャンです。もう、かれこれ、25年ぐらいプロやってますかね。はい。もう長いですね。だからアマチュア歴含めると何十年やってんだみたいな。うん。まやさんとはね、僕が大学生の時、まだ彼が高校生だったね、はい。そうです。もう、長い、何十年なんだっていう感じだけど。はい。まあ、正直言うとね、俺より、うまかったし、俺活躍したら、いつもなんか逆にね、自分が年上のはずなのに追いかける側だったから、なんか先輩とか言われるとドキドキしちゃうね。いやでも先輩ですから、本当に。自分の中ではなんか同期、もしくはちょっと自分より前を走ってる人っていうイメージだから、ね。まあでも同期ですよね、どちらかというと。うん、はい。活動のその期間というかですね。うんうん、はい。は、最初、大学生ですよね。そうそうそう。そうなの。俺大学生でまだ仙台に住んでる頃、東京来ると、うん、そのマヤさんはじめいろんなマジックの人と会ってね、うん、楽しくやってたっていう感じかな。そうですよね、うん、仙台ご出身で、うん、まあ、東京時々遊びに来られるっていうような感じだったんですよね。そうそうそう、最初はね。そう、はい、わざわざ仙台から東京まで。そう、いや結構ね、マジック今でもそうかもしれないけど、まあ勉強しようと思ったり楽しもうと思ったら東京来るしかないんだよね、うんうん、情報が。そう、情報とか人数とかね、うんうん、だから学生の頃休校発行だっていうのがあってね、うん、あの頃青春18切符っていうのが出た頃だから、あ、はいはい、もうそれで夜行で東京に来て、はい、夜行で帰るみたいな、そういう感じ、はいはい、だったらね、深夜バスとかあるんだろうけど、うん、当時の深夜バスなかったわけじゃないけど、どっちかというと休校発行だって言ってたね、まあ、情報がまたあれですもんね。今みたいにインターネットがないから。ねえ。はい、今思うと一個一個の情報が大事でさ、お互いにミサイクするのも楽しかったよね。そうですね。うん、まあそれぐらいしか情報交換の方法がないというか。でも高校生の時からマヤさんは抜群に上手くてね、すごい憧れたっていうか、刺激になったよね。あとね、結局マヤさんって昔からおしゃれだったのよ。いい、うん、だから自分がプロになって、だからほら、ルナマティーノ着るようになったのも、はい、やっぱりマヤさんとか天童さんの影響だったもんね。やっぱいや、僕も天童さんの影響だった。ああ、そうなんだ。はい。はい、うん。なんか、やっぱりそういう服にお金かけるっていう発想がそれまでなかったけど、確かに、うん、うん。そうやってマヤさんや天童さん見て、あ、こういうところにお金かけなきゃいけないんだって思うようになったもんね。なんか、うん、珍しかったですよね、当時は。ね、そういうタイプの。だというか、うん、はい、あとほら今だとみんなねネットで海外の買うけど、昔は輸入品のマジックグッズ持ってるだけでもすごいって思ったもんね。そうですね。だからマヤさんとかも最先端のこう一点物とか持ってたりするから、あ、いいなとか思ってたもん。まあ情報がある人がなんかこう勝者みたいな傾向はありましたよね、うんうん、はい、うん、ちょっと上口さんにもメッセージ来てます、うん、上口さんお疲れ様です。上口さんの某チャンネルではかなりコメントしていて、上口さんも丁寧にコメント返ししてくれて嬉しかったですね。トークも面白かったので、アーカイブが見れないのは残念です。いろいろ聞きたいことがありますが、自粛したいと思います。ありがとうございます。はい、いろいろあるんですよ、うん、っていうかいろいろあったんですよ。いろいろありました、はい、世の中いろいろあるなっていう、うん、で自分なんかずっとマジックだけで来たから、うん、世の中を知らないまま来ちゃったんですよね。そんなことない。いやいやいや、本当にね、世間知らずだったなっていうのは思いますよね。いや今日ね、ランチを一緒にさせていただいて、うん、上口さんにご質問、
て。はい。いいな。いいな。そこでね、お話聞いたんですけど、まあ、本当に何でも知ってます。いやいやいや。健康のこと、政治、歴史、本当に何でも知ってると思って、なんかね、あんまり僕の周りでそこまで、広範囲にいろいろ知ってる方、久々に見ましたね。はい。なかなか、そうね、お前さんと話し合うほど知識がある人、ね、少ないというか、まあ、マジック業界だと、難しいですね。あ、本当にそうだったんだ。なんか、あんまりそういう話しないとか、分かる人いないとか言ってたけど。そう。最先端の、最先端すぎて、あれみたいな。そうなんですかみたいな。うん。追いつかないですね。そう。だ上口さんにもね、ちょっと今日時間がなかったんで喋れなかったんですけど、本当はフラットアースとか、ね。ああ、それ聞きたかったの。自分はね、それよく分かってないから、はい、ちょっと、聞きたいなっていうのは思ってた。そう、あとマットフラットとかね。それは何？マットフラットは、まあ、すごいざっくりでいいですか。うん、なんか、今から200年ぐらい前に、うん、まあ、タルタリア帝国っていうのがあって、それを一応世界をこう統一してたと。へえ。はい。で、泥の洪水があって、一回それがリセットされてるんで、うん、今の歴史は、まあ、結構嘘なんじゃないかっていう説です、ね。へえ。っていう考え方みたいな。初めて聞いた。はい、で地球平面説は、まあ、この大地って呼ばれてる部分が、まあ、実は球体ではなくて、まあ、平面なんじゃないかっていう。で、それに伴う、こう、エビデンスみたいなものも結構あるし。へえ、そうなんだ。で、調べれば調べるほど、うん、まあ確かに球体よりも、うん、平面の方が、合点がいっちゃうんですよね。へぇー。天動説ですね、簡単に言うと。うん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 、で、まあだから、じゃあ NASA とかって何なのみたいな話になると思うんですけど、うんうん、NASA はまあ一応こう、フェイクなんじゃないかっていうのが、フラットアースの基本的な考え方ですね。はい。まあでも球体でも合点のいく、こうエビデンスみたいなものもあるんですよ。うん、だどっちも成立しちゃうんで、うん、で結局何なんだろうなっていうのは、僕もはっきり分かんないですし、うん、そのフラットアース、地球平面説を信じてる人たちのことをフラットアーサーと呼んだりするんですけど、まあ別に僕はフラットアーサーではないんですね、特に。ただ、フラットアース、その地球平面説の考え方とか、うん、その説明を聞いておくと、うん、まあ、知らないよりはやっぱ知ってた方が、いや、そうだよ、そう。いいなっていうのがあるんですよね。うん、自分なんかマジックでもそうなんだけど、はい、一つのことに凝り固まってるとダメだなっていつも思ってる。うん、だから、自分が信じてるものの真逆とか、うん、違う考え方を常にこう探すっていうか、うん、察知していかないとダメなんじゃないかなって思うんだよね。うん、だから、それは違うよって言い切るのは、簡単だけど、はい、じゃあなんでそういう違う考えがあるのかなとか、どうしてこういう考えが生まれたのかなって考えることも大事だな、うんうん。で、やっぱり、まあその、ダーウィニズムってありますよね。やっぱダーウィンがね、はい、進化論。進化論。うん、で、これまあ未だに、まあ一般的な考えとしては、これが主流だと思うんですけど、うんうんうん、でもやっぱり進化、猿から進化してって人間になって、ってちょっと考えづらいなって僕なんか思っちゃうんですよ。で、まあそういうところからですよね。うんうんうん、だからなんかこの地球にあるものって、うん、まあかなりこう完璧な状態でいろいろ用意されてるじゃないですか、うん。それもその僕ら人間が生きるために必要なものというか、水があったり空気があったりだとか。で、それ絶妙なバランスですよね。うん、酸素濃度がちょっとまた何十パーか違っちゃっても全体この状況にはならないし、うんうん、まあいろいろ過去にですね、エデンメディアさんっていう YouTube のチャンネルがあるんですけど、そこではこの地球に山や森は存在しないっていうのがあって、それどういうことかっていうと、デビリス、タワーでしたっけ、山あるじゃないですか、でっかい、デビルスタワーって山あるの知りません？いや、デビルスタワー知らないです。なんか、柱状節理みたいになってる人に、でっかい山があるんですけど、うん、それが実は切り株じゃないかっていう、そういう説なんですよ。で、世界中にそういう山がいっぱいあるんですよね。全部、大木の切ったものじゃないかっていう説で、で、実際にその柱状節理ってなってた、木の、なんですかね、
こう岩肌というか、うん、部分が全くきっと同じ構造になってるんですよ。へー。フラクタルになってるというか。で、そういう山々が全世界にあるんですよ。へえ、そうなの？だから、まあ、どれぐらい前かはわからないですけど、うん、まあ、数百年前とか、最低でも、うん、千年以上前とかは、実は木とかは、もっともっと大きかったんじゃないか。うん、あ、でもそれはあるよね。だから、その白亜紀とかそういうののね、あれってなんかすごい、なんでもでかいじゃん。トンボがこんなでかいとか。そうです、そうです、はい。だからそういうのもあんのかもしれないね。そう。だから、そう、巨大樹がもう本当に、かなり、うん、あの、何百メートルも、そびえ立ってたんじゃないかっていう説で、だから今僕らが目にする木とか山は、うんまあ、割と新しいものじゃないか。じゃあ、 マグマが噴火でこう出てくるのはあれはどうしたの？木なのに。あ、マグマが噴火、あの火山っていうんですか？火山とか。あ、だからその山2つあるみたいなんですね。あ、2種類あるの？ 2 種類あって、そういう、なんていうんですか、ね、こう、砂みたいなものが積み重なってったものは地熱を持ってマグマで噴火するっていうんですけど、うん、そうじゃなくて、その、いわゆる火山じゃない山あるじゃないですか。ああ、まあまあ単に土がね、こう、もう隆起してるだけの岩とかね、はい、そう、はい。ちょっとすいません、そこ、この地球に山や木は存在しないの説明が僕ちょっとあまり今、はっきりちゃんとできないんですけど。うん、なんか聞いてると哲学的な感じがするよね。なんか、その主観の問題でね、はい、この世に山も木もないんだみたいな。いや、でもそれはもう本当にそのまんまの意味で。へぇー、はい。またちょっと後で、まあ、それあの、うん、動画を送りますんで見てみてください。いやいや、ちょっと難しくてよくわかんない。はい。まあ、そういうのがあったりだとか、はい、まあ、その、マジックやってると、うん、物事の見方が一つだけじゃないですか。そうなんだよね。うん、そうそう。それはそう思いますよね。そうなのよ。うん、でも確かにそう見えるっていうものが多いじゃないですか、うん、マジックって。だから、この世のものも、実はそういうものが多いんじゃないかな。それは言えてる。だから、表面上見えてるものが真実とは限らない。はい。それから、我々が伝え聞いてる話が全て本当かどうかっていうと、うん、それもどうかなって、うん、そう。まあ、今日はそんな話をしてました、ね。ああ、まあ、そういう話だね。うん、そうだね。ちょっとだから。はい。ので、はい。ああ、はい、ありがとうございます。あ、その前にも来てましたね。ちょっと待ってくださいね。はい。神木さんが、足立夢相手に演じてる YouTube 動画をお気に入りです。ああ、塩コショウですよね。あの、番組名。なんだっけ、番組名。マジック、なんだっけ。僕も出ました、ね。そうだよね。はい、一緒に出させて。ああ、マジシャンズリーグ。あ、そう、マジシャンズリーグです。うん、あ、そうそうそう、マジシャンズリーグですね。あれも結構もう何だかんだ10年ぐらい前。そうそうそう。ですよ。びっくりした。で、あれさ、知らない間に台湾かなんかでも放送されててさ、そうです。と台湾行った時にさ、言われてびっくりしちゃった。あ、見てたんだ。はい。マヤさんと神木さんのお二人での海外マジションコンベンションに行ったついでに、海外のマントフラットフラットスロキお願いします。そんなに時間取れないんじゃないですかね。やっぱり1ヶ月とか行っちゃうことになっちゃうんですよね。うん、はい。マジックコンベンション、びっちりですからね、スケジュールが。うん、今ね、でもアメリカ行くのにワクチンの問題もあるし、はいはいはい、アメリカから日本に戻れなくなる問題もあるんだよ。確かに。だからこの間フィズに行って、うん、行ったはいいけど、日本に帰れなかった人が何人もいるんだよね。あ、今回のケベックは行かれたんですか？行かないから。いや、だってもしそれで何かあったらお店が成立しなくなっちゃうでしょ。そうそう、うん、だからちょっとリスクが、ね、リスクが高いのよ。あとね、今もうアメリカ行ったらラーメン一杯2000円の時代だよ。確かに。いや、うん、高い。高い高い。この番組で何回か言ってますけど、うん、アメリカのマクドナルドの、うん、要するに調理場が、うん、いわゆるなんかよく給料比較するときに割と安めだから、うん、そこを基本に語られることが多いらしいんですけど、うん、55万らしいです。月収。あらさ、もうアメリカのなんかゴミ拾いの人よりも少ないぐらいなこと言われ方するもんね。うん、だから日本の今賃金ベースっていうのがすごく諸外国に比べて安い。経済後進国ですよね、うん、本当に。はい。だからアマゾンの社員の一般的な給料が4000万らしいです。うん、へぇー。4000万。
年収ですね。はい、年収4000万ですね。はい。で、スイスに至っては大学の初任給が73万。へー。はい。みたいな。日本の大学初任給なんてほぼ変わんないもんね、この2、30年ね。そうですね。はい、うん、それっておかしな話だよね、本当はね。はい、もう30年近くデフレの国っていう、うん、日本だけらしいですよね。そうそうそう。はい、おかしな話だよね。うん、まあ、そんな中、うん、はい、今日は上口さんに最近のマジック事情とか、あとは公演をされるっていう、そうそうそう、お話なので、それちょっとまた後半で。ああ、後半でね。あ、はい、あ、先でもいい。あ、いや、もう今年の12月4日に決めたの。もう決まった。はい。場所はね、日本橋三越劇場。すごいっすね。すごいよね。ねえ。すごいよね。でもね、審査にやっぱりね、1、2ヶ月かかった。あ、だから劇場で、ふさわしいかどうかの審査があって、うん、会社の登記簿等本まで見せなきゃいけない。うん、だから、転用以外で、ほぼマジシャンが三越劇場でやったことないんだよね。うん、初めて、ないと思うけど、あ、そうなんですか。まあ、そこまで調べてないから断言できないけど、天陽、はやっぱり三越と関わりがあるから毎年やってたけど、まあ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 、そうですね、普通のただのって言ったらマジシャンがやろうと思ったら相当大変だと思う。自分も大変だったから、借りるだけで大変なんだと思って。そうっすよ、ね、僕は池袋の芸術劇場ってあるで、うん、あ、おうおう、で、あそこを借りようと思って、うん、交渉しに行ったことあるんですよ。おうおうおう。で、その時にその演劇とかそういったものには貸してるんですけど、うん、マジックはダメですよ。そうなのよ。うん。すごく重要なの。だからこれからのマジシャンや今のマジシャンはそこをね、頭に入れとかなきゃいけない。これはね、会館だけじゃないのよ。ホテルもそうなの。マジシャンはやめてって言われるの。なんでなんですか。一つはね、会場側に迷惑かける。だから例えばフラッシュペーパーをパッてやったら絨毯焦がしたとか、ハトを出したらハトが客席に飛んでって毛が落ちたとか、だから三越劇場も火は使わないでくださいって。特に三越劇場って今東京都の歴史的建造物に指定されちゃったから、そうなんですか、昭和2年の建物の、だからもうかつてほらそれこそ島田先生がドラゴンで火やったりしてたでしょ、統治圏とかやってますよね。あ、もう今できない。あ、火が使える。うん、多分、うん。だって昔やってた記憶ありますもん。そう。火を使ったもん。そう。だけど、今、ホテルでも、会館でも、火や動物ダメっていうのがほとんどになってきたの。それは、今までマジシャンが迷惑かけてる。だから、ある有名なホテルで、俺マジックやるときに、鳩は出さないですよねって言われて、あ、出しませんから安心してくださいって言って。あと、ボーリングの球やめてくださいって。え、知ってんだ。だからボーリング球をボーンってやって舞台がひび入ったりとかしてる例があるから、もうそういうのボーリングの球やめてくれ。あともう一つだけって言ったら何ですかって、砂もやめてくださいって言われて。だから結局砂を床に撒いたまま帰っちゃうのよ、マジシャンが。なるほどね。そうすると、は嫌がる。じゃ嫌がりますよね。掃除機も壊れちゃうし。そう。だからそうなったときに、そういう話が積もり積もって、もうマジシャンは使えませんよねってなる。あと、紙吹雪巻いたり。そう、紙吹雪もダメ。だから、自分がデビューしたときに誇張の舞だったから、もうこれで売れるぞと思ったけど、ホテルではもうやめてくださいって言う。結局、そういうの吸い取らないとかね。あの頃ダイソンなかったから。あと、正直で吸い取られる範囲以外にも行っちゃうんですよね。紙吹雪って結構厄介なことに。舞台だと本当に上の方の、なんか、ね、そうそうそう、ちょっとした部分に入り込んじゃったりとか、だからマジシャンで会場側のことを考えてない人が多かったんだよね。まあ海外が逆に言うとある程度寛容なのもあるかもしれないですけど、海外今ねもっと厳しくなったよ。あ、そうですか。そうなの。海外がね今むっちゃくちゃ厳しいの。だから火がダメとか動物ダメとか。だからまだ日本の方が緩いことが分かった。海外はもっと厳しい。あ、そうですか。びっくりした。具体的にはどこです？そう思いました。いや、だからね、アメリカ行った時もそうだし、ドバイでやった時もそうだし、え、こんなに厳しいの？ドバイも厳しい。厳しかった。びっくりした。公開そうですけどね。いや、むしろ日本の方が緩いんだなと思って。なるほど。勉強になりますね、それは。
特にラスベガスなんか、あのほらシークリアンロイの事件があったから動物に対する考え方が変わっちゃったんだよね。うん、だからもう逆にラスベガスであの猛獣使ったショーがなくなっちゃったの。あ、そうですか。あれは危険だからもう、うんうん、あるいはもう今ハトを出すっていうのも動物愛護の観点でダメとか。あー、シークリアンロイの話知らない人もいるかもしれない、ちょっと教えてもらっていいですか。あの結局ホワイトタイガー出してたマジシャン、2人組のマジシャン、そうそうそう、はい、うちらにとってはね30年前のツムライリュージョンっていうのでね、うん、日本に来て、うん、もうラスベガスを代表するショーだったのよ、はい、やっぱねもうライオンとかトラとかゾウとか出てきて本当に素晴らしかったんだけど、うん、結局そのある時にトラがこうシークランロイのロイさんの首の根っこをちょっと噛んじゃったんだよ、ね、うん、そしたらあの死には至らなかったけど結局頸椎損傷で車椅子生活になっちゃった、うん、でショーはそれからできなくなっちゃった、うん、まあ、事実上そこで引退みたいな、うん、そう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 、そう、去年ねシークリンドさんも亡くなられて結局2人とも亡くなられちゃったけどね、うんうん、だけどそういう事故があったりするとやっぱりもう猛獣使ったショーは危険だよねってなるんだよ、うんうんうん、確かに、うん、じゃあ今猛獣使ったまあラスベガスのショーみたいなのってもうなくなってるんですか。ほぼないよね。あ、そうですか。あんのかもしれないけど、マジックショーではちょっともう聞かないよね。ダークアーサーとかね。ね、ダークアーサーとかすごかったよね。あとは何でしたっけ、うん、まあ、ダンスなんか踊りながらやる人いますよね、うん。顔は浮かぶんだけどね、あれ誰だっけ、はい、みたいな。はい、はい。あの人とかもどうしてんだろうね。ねえ。うん、いや、でも海外のマジックオークション、うん、あの、マジックオークションってサイトがあるんですけど、うん、そこに結構著名なイリュージョンやってる方の道具が売られてるんですよね。うん、そうたくさん。いや、だからね、あの、シルク・ド・ソレイユでさえね、コロナでもうダメになっちゃったでしょ。うん、最近また復活したっぽいけど。あれ一回、シルク・ド・ソレイユは、あの、事実上破産したんですよね。そうそうそう。で、なんか民事再生みたいな入ったんですよね、うん、確かね。そうだからシルク・ド・ソレイユでさえそんな状態だったらやっぱマジシャンももっと大変だから、うん、やっぱりあのもうショーができなかったらやっぱりそれを売っちゃうしかないよね。もう、うん、まあ売れてもね二足三文ですけどね。でもこのコロナの最中でオーウェンが潰れたんだよね。あ、でもね、うん、それ違うみたいな。あ、違うの、元からの。オーウェンは、うん、そう、あのコロナで潰れたって思ってる方多いんですけど、うんうん、そうなんです、もともとあの辞めたかったらしいんですよそのコロナの前4年ぐらい前から、うん、それ聞いてて僕も、うん、はい、もうそろそろ辞めるよってのは聞いてたんですよ。うん、で、コロナで辞めたっていうのはたまたまタイミングが合っちゃっただけで、なるほどね、そもそもあの整理はしようとしてたみたいです。あ、で、そもそもオーナーさん結構お金持ちみたいで。あ、そうなんだ。はい、裕福なんで。じゃあもう別に、あ、そうですね、うん。あの、どちらかというと、収入のためにやってるというよりも、うんうん、まあ、ファンがいるからある程度続けて、在庫を少しこう処分してって、うん、で、タイミング来たから辞めたってことらしいですよ。なるほどね。そっか。そうなんですよ。いいね、はい、まあ、それで意外とコロナの時にね、うん、イリュージョンの巣を作ってるビルダーさんっていうか会社があるんですけど、うんうんうん、まあ、そういうところが、コロナで大変じゃないかって思うじゃないですか、うんうんうん、で僕実はあのコロナ中になってから結構イリュージョンの道具何個か発注したんですよ。おー、すげー。あ、僕のじゃないんですけど、うんうんうん、札幌でですね、うん、マジックバー、うん、マジックシアターが一軒新しくなるところの、ちょっとプロデュースをお手伝いさせていただいてて、で、そこのために発注してたんですね。うん、そしたら、もう忙しいから、うん、あんまり頼めないって言われて、うん、しかもそのビル・スミスさんとか、おジョン・ゴンさんとか、そういうところですよ。で、ジョン・ゴンさんもめちゃくちゃ忙しい。で、なんでですかって言ったら、結局、ディズニーとかシルク・ド・ソレイユとか、うん、そういう、大きな、うん、ものの、まあ、テーマパークだったりとか、うん、この間、水島優さんに、ゲストに来ていただいたんですけど、うん、日本でもやってるそのハリー・ポッターのショーもずっとイリュージョンがたくさんあるんですよ、うんうんうん。おそらくそれを作ってると思うんですよね。へー、すごいね。ので、全然発注できるんだけど、これとこれって最初頼んだら、いや、こっちちょっと時間かかりすぎるし、今そんなに手かけられないから、これだけにしてください、みたいな感じで言われて、うんうんうん、あ、忙しいんだと思って。そういう人たちの方が重要だろうね。うん、うん。フォーマーじゃないんだろうね、重要はね。そうですね。舞台装置屋さんみたいな。うん、はい。だから、我々に作ってもらう、そのイリュージョンの道具とかは、うん、
もう本当にスモールビジネスみたいなんですよ。うん、まあそうだよね。じゃあそろそろ個人の1階のマジシャンが1個の道具買ったってたかが知れてんだろうね、そういう人からしたら、ね。でもなんか僕らそういうのがいっぱいあるのかなって勝手に思ってたんですけど、うん、全然違ってて、うん。規模が違うんだよ。そうなんですよ。だからもう聞いたら、他のクライアントさんも本当に何億とかの世界なんで、うんうんうん、僕らみたいなね、バカだか、ね、何百万ぐらいの話だと、うん、しょぼいね、みたいな。しょぼいね、みたいな。まあ、しょぼいねとは言わないですけど、よくしていただいてますけど、うんはい、まあ、ただそういう感じなんだなっていう。だそういう意味では、応援なんかも昔はそうだったんじゃないかなと思います、ね。まあ、そうだよね。はい、おそらく。はい。上井さんの、ここ最近の活動っていうのはどんな感じなんですか？いや、活動ってなんだろうなぁ。いや、でもね、逆にコロナのおかげですっごいマジックが勉強できるね。ずっとマジックの、過去のマジックを掘り起こして、もう一回焼き直してる感じ。うんうん、なんか上口さんって言って、やっぱりあの伝統を大切にされて、うん、でやっぱりそのマジックの歴史の考察なんかもそうですけど、すごくね、そういったところに造形が深いというか、うん、はい、イメージなんですけど、もともとはなんかこう、目指すマジシャンみたいな人っていたんですか？いるよ、いるよ。だから、クリーンアップだったら俺は3人のマジシャンを目指したの。ダイバーノン、スライディーニ、ゴッシュマン、この3人。もう本当に、近代マジ、まあ、近代のこのクローズアップマジックを作ったと言っても過言ではないような。そう。はい。の。だから、クローズアップに関してはもうその3人のようになりたかった。ね、うんうん、だから自分が歴史を勉強したり、その過去のそういうのを掘り起こしてるのは、そういう人たちが見てきた世界を見てみたいんだよね。なるほど。うん、で、結局彼らの作品を通じて、何を考え、何を見てきたかがね、見えるんだよね。うんうん、だから面白いのよ、うんうん。だからアンビシャスカード一つ取っても、トライアンフ一つ取っても、ここまで考え抜かれてるんだ。こういう意図でこれがあるんだっていうのが分かるとね、より一層面白いのよ。うんうん、そこにはやっぱり、その、あの人たちの、それぞれの時代背景とかもやっぱり関連してると思います。そうそうそう。結局ね、うちらもそうなんだけど、その時代の流行ってあったり、うん、その時代の何かを取り入れて新しくしてるから、うん、かつての人たちも同じだったんだよね。うんうん、だから、今我々は古いマジックだなと思ってるマジックが、その当時最先端なわけ。うんうん、でも最先端だけれども、過去の何かを新しくしてるから、うん、やっぱりそういう、その当時の時代情勢とかもすごく重要になる。うん。うん。それはね、ターベルコース翻訳してて思ったね。ああ。うん。だからターベルコースってのは1926年のものなんだけれども、うん、その時代背景まで調べないと、うん、その作品がなぜ生まれたかっていうのが分かりにくい。なるほどね。うん、じゃあ歴史を勉強しようってなったのは、マジックのためにもともと、調べ始めたのか、それとも歴史はもともとお好きだったんですか？子供の時から歴史が好きだったの。あ、そうなんですね。うん、だから、逆に言うとマジックに歴史があることを知って、余計面白くなった。なるほどね。うん。あ、じゃあもともと歴史好きなんですか？そう、もともと歴史好きだ。だから、お城を行ったり、お寺行ったりとか、神社行ったり好きだから、もともと。詳しかったですかね、なんで。そうそうそう。はい。そういうの大好き。嫌な子供だね。いや、でもいますよね。はい。僕は逆に歴史に結構興味が持てなかったんですよ、その、子供の頃っていうか学生の時は、うん。なんかほら、年号とか覚えさせられる。じゃないですか。それはつまんないよね。そう。うん、なんかやっぱり意味あんのかなって思っちゃいましたし、うん、ね、その、いい国作ろう鎌倉幕みたいなんて、うん、なんかそれだけ覚えて何なんだみたいな。で、それよりも何をやったとか、うん、どういう人がどういう気持ちで動いたみたいなことが後々分かってくると、そういう風な歴史だったら面白いなっていう。うん、思いましたけど。で、それが分かった上で年号をちゃんとやると、はっきり分かってくる、うん。つまり、その年にそれがあったのか、うん、だから次の年にこれがあったのかっていうのが分かるから、うん、年表ってすごく重要だ、うんうん。なるほどね。だからね、マジックの歴史とかやっててびっくりしたのは、みんなね、年号がバラバラだから、うん、本来の正しい認識がなくなっちゃったんだなっていうふうには思うよね。なるほど、なるほど。そうすると、この作品が何のために生まれたか分かんないまま、上っ面だけ、現象だけになっていった。それがすごくもったいないなっていうのはあるね。なんかさっきもちょっとだけね、お話ししてもらったんですけど、やっぱり今のこの社会情勢みたいなのって、100年前の
歴史を繰り返してるなっていう感じで。そうなの。はい。お話されていて。まあ、乗り越えられる。なんですか？あの、またね、繰り返してるってことは、また乗り越えられるっていうことですかね。どうですか？いや、だからね、乗り越えられるのは長い歴史のスパンでそうなんだけど、その時代に生きてて、その波に飲み込まれちゃう人がほとんどなんだ。うん。だから、人間って運があるから、いい時代に生まれて、そのいい波に乗った人はいいんだけど、結局、歴史っていうのは元に戻っていい時代になるかもしれないけど、我々が死ぬ頃が悪い時代になってることだってあるんだよね。うんうんうん。だから、長い歴史で見たら、歴史っていう存在は元に戻るかもしれないけど、その時代に翻弄されるのは我々なんですよっていう。そうなんだ。うん、だからうちらが死んでからね、時代が良くなったってさ、嫌、うん、じゃん。まあ嫌というかね、まあ悪くなるよりは良くなってほしいなと思いますけどね、うん。でも生きてるうちに良くなりたいじゃん。うん、そうですね。うん、それはそう思いますけどね、うん。ちょっとコメントいかさせていただきます。はい、はい、マクドナルドの厨房月給55万ですが、そうそうみたいですよ。なんか大体ね。はい。ね、ラーメン2000円もね、わかりますよね。はい。前さんと神木さんが仲が良いというのを初めて知ったので、すごく嬉しく思います。はい。そうなんです。まあ、ある意味ね、一番仲いいよね。そうですね。すごく、はい、昔からよくしていただいて、うん、僕神木さんのお家に住ましてもらったことがあります。はい。どういうこっちゃ。いや、神木さん、結構若い時にマンションを買われていて、そうそうそう、うん、で10代の時まだお金なくて、一人暮らししたいなって言ったら、なんかそこに住んでいいよって住まわせてもらって、迷惑かけました。いやいや、そんなことない。いや、本当に、はい。逆に俺、お腹空いたって言って、マヤさんの家に行ってごちそうになってたりとか。そういう感じです。そういう感じだったんですよ。くんちゃん、こんにちは。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。上地さん、黒系のスーツ装備のイメージがあるんですが、普段着はジーンズにクロムハーツなどのファッションをされることはありますか？いや、ね、普段着どういう感じなんですか？いや、実はね、普段着でもジーパン履かないの。基本ジーパンとか履かないし、あとアクセサリーが苦手なの。うん、本当は、その指輪とかネックレスとかしたいんだけど、うん、どうもね、あーって思っちゃって取っちゃうの、ね。やりづらい。やり慣れない。やり慣れない。あ、うん、ピアスとかもやってみたかったけど、癖もありますから、ね、うん、はい、そういうのをねやるとわーって、だって時計も外したくなるタイプだから。確かに今も時計外してるで、なんか、あ、なんか煩わしいんですよ、ね、煩わしいのよ、とにかく。なんか、だから指輪してマジックやってる人見るといいなと思う。だから本当は指輪のマジックとかもさ、はい、こう外してやりたいんだけどさ。あ、でもそれはわかりますわ、うん、僕もダメです、うん、指輪は。そうでしょ、はい、邪魔に感じちゃいますね。特にクローンハーツみたいな主張の強いアクセサリーって重いですよね。うん、はい、ほんと余計煩わしい。そう、感覚が狂っちゃうんだよね。確かに、うん。今日はリアルにご対面ライブですね。そうなんです。そう、はい、それはね、自分からちょっと申し出たの。もうネットが苦手で。いや、それに会いたかったんだ、久しぶりに。あ、そうそう、僕も会えてよかったです。うん、はい。結局コロナになっていろんな人に会えなくなったっていうのが一番辛いよね。うん、そうですね。うん、でもいつ以来？あ、でもほら、一回コンベンションでチラッと会ったよね。そうです。でもそれぐらいか。その前はプレバト？プレバトですね。あ、そうだね。はい。うん、だプレバトなんかも。プレバトの後になんか、どっかで会ったっけ？ニコラス・ローレンスのレクチャー。あ、そうだ、そうだ。そうだ、そうだ。ニコラス・ローレンス。はい、それも呼んでいただいて。何ですか、主催。神木さんが主催されて。そうそうそう、やってましたね。はい。ここで。ここで。いや、すごかったよね、あの人。すごかったですね。うん、だからね。あの時の、うん、僕、写真まだどっかに撮ったんですけど、うん、ニコラス・ローレンスがここでマジックやってて、上口さんが横で、こういう表情してて、すげえいい顔してるなと思って、普通になんか動画撮っていいよって言われてたから、こう写真撮ってて、その時は僕も気づいてなかったんですよ。でも、後々こう写真見てたら、ニコラス・ローレンスがここでマジックやってて、上口さんが、見たい。いや、すげえいい表情してるな。いや、あのね、
最先端のマジックって知らないからさ、はい、驚くことばかりでさ、びっくりしたんだよね。研究してるのはどちらかクラシックな。クラシックばっかりだからさ、はい、あ、やっぱり最先端のマジックって違うんだなとか思ったもんね。その時の表情がめちゃくちゃいいかもしれない、だからクラシックの知識しかないからさ、新しいの見ると驚くんだよ。衝撃だったんですよ、ね、衝撃、はい、だけどさ、結局一個もレパートリーになんなかったかな。まあ、確かに僕も、うん、結局ね、体に合わないのよ、うん、年寄りだから。結構ビジュアル系なんですね。なんかね、サプライズ、あ、真逆のゲストを呼んでるなとちょっと意外でびっくりしたんですけど、かなり楽しかった。楽しかった。あのね、やっぱりあの刺激を欲しいのよ。だから、ニコラス・ローレンスの前はあのほら、ハインシュタイン・シャッフルのカール・ハイン呼んだりとか、はい、あとその前はあのスペインのキッコ・パストゥールとかロマン・ガルシア、もうね、みんなすごかった。だけど、一個も自分のレパートリーにはならない。いや、頑張ったよ。全部ある程度試したけど、うん、やっぱり自分のキャラとその上で、ね、うん、合わなかった、合わないなっていう。やっぱり自分はもうちょっとクラシックなスタイルだな。だけどそういう最先端の知識やなんか入れとかないといけない。そうですね、うん、知ってるのと知らないのとね、うん、はい、だってニコラス・ローレンスなんて動画だけの人だと思ってたの。だから動画では不思議だけど、うん、生で見たらどうせわかんだろうなと思ったらさ、うん、後ろから見てもわかんないんだもん、うん、横から見てもすげえなーと思ってね、うん、結構テクニシャンでしたしね。すごいうまかった。こんなにうまいと思わない、うん。そう、僕もなんかこうアイディアが割とメインで、うん、そんなにテクニカルな人っていうイメージなかったんですけど、うん、すごくテクニカルな方でしたね。そうそうそう、はい、歴史お好きなんだ。そうです、そうなんですよ、はい、そうなんですよ。今ね、だからあれなんですよね、ちょっとあの亀内さんにもマット・フラットの話聞いてもらって、歴史が得意なんで、うん、こう歴史が詳しい人がマット・フラットとかの話聞いたらどうなのかなっていうのはね、ちょっと知りたいですよね、うん、はい。まあ、あとマジックの歴史だけだけどね、俺ね。いや、でも何でも知ってるじゃん。いや、そんなことはないんだよね、やっぱり。いや、どうして、なんで急に小声なの。いやいや、だってほら、自信持って言えるのは、マジックの歴史は自信持って言えるの。あ、まあ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 、うん。でも詳しいと思いますよ。一般的な歴史もすごく。はい。亀井さんは歴史好きで、神社仏閣が好きなんですか。それでしたら、マット・フラットは最高に興味深いと思いますよ。そうですね。僕もそう思うんですよね。はい。オルタの歴史とマジックの歴史、そう、ちょっとね。知ってもらいたいなと思ってね、うん、はい、確かにどの時代に生きるかは運だよねっていうことで、うん、だから結局自分がいつ生まれるかってコントロールできないじゃないですか、うん、だから生まれる時期が違ってたらすごい売れたのかもしれないし、うん、生まれる時期が悪いと悲劇になる場合もあるんだよなっていう、うんうん、でも僕そういう意味ではですね、流星さんと同じ時代を共にしてすごく良かったなと思います、ね、いやいや、自分もそうです、はい、本当にある意味うちらは良かった時代だったんだなって今思うよね。その頃はそう思わなかったけど、今を振り返るとうちらってあのマジシャンが稼げた最後の世代かもしれないよね。はい。でなんかこうマジシャン高度成長期って感じしません？日本っていうところの、そうそうそう、特にうちらがこうクロスアップっていうので売れるようになってった。だそれまでのマジシャンはクロスアップ下手だったもんね。なんか手順になってなかったとかっていうことが多かったですよね、うん、多分。だからそれまでのプロマジシャンっていうのはステージマジシャンがプロだったから、うん、うちらの世代からやっとクロスアップでお金を稼ぐっていう方法がね。そうですね。だからステージよりもクロスアップの方がギャラ良かったりもしてたもん昔。ああ、うん、なるほど。今逆にクロスアップの人が増えすぎちゃったから、クロスアップの人がどんどんギャラが安くなってってる感じはするよね。うん、うん、まあそれはなんかでもね、何の世界でもそうなのかなっていうのはやっぱありますよね、うん、やっぱね、やっぱりブルーオーシャンレッドオーシャンみたいなのあるからね、うんうんうん、だからうちらの頃はまだあのブルーオーシャンだったんだって後から思うんだよね。その頃はそう思ってないんだけど、うんうん、そうですね、うん、まあ、まあ、な、ちょっと次いきますね。会えてよかったです。はい、そうなんです、うん、いやだってこうやってね、同じ仕事お互い同じぐらいやってられるってすごいなって思うよね。でも同期でまあ僕とか流星さんの世代でいうと10人はいないですよね、うん、そうなんだよ。だからもうみんなやっぱりね、だって自分なんかよりも知識や才能あった人がやっぱりどんどん辞めてっちゃったりとか、うん、あるいは変わっちゃったりってあるから、うん、それ考えるとよくうちら生き残ってるなと思うもん、うんうん、そうですね、生き残ってるのかな俺、ほぼ滅びかかってるような気がする。いやいや、その、はい、ロックアーティストみたいに見えるからジーンズ願いそうって感じ。本当？あ、嬉しいな、はい、くんちゃんは。ただね、ジーンズってさ、マジックやりにくいのよ。あ、
まあ、確かに。入んないね、ポケットの。そう、ポケットに通うカードとか、やっぱりあのジーンズだとやりにくいんだよね。うん。確かに。それはあります。うん、はい。あ、マイスネクタイしてる。そうなんです。ちょっとね、今日あの、流星さんがスーツなんで、はい。ちょっとあの。いや、じゃあ俺もネクタイしてくればよかった。いやいやいや、あの、はい、すみません。ちょっと僕、上着着てないんですけど、さすがにちょっと暑くて。すみません。あ、愛子さん、こんにちは。いかがでしょう。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと、ゆめちゃん、あんまり今日喋ってないですか？なんか、ゆめちゃん質問。話題がすごくて、はい、なかなか聞き込めないですよね。はい、どうぞ。あ、亀井さんは YouTube 活動は再開される予定ありますか？亀井さんのチャンネルでも、ゆめさんゲストに呼んでのトークも見てみたいです。今、休止。とりあえず休止してるんですか？してるんですか？うん、ちょっとやる気がなくて。あ、うん、だから、やる気が戻ったらやりたいんで、やりたいんですよ。やりたいんだけど、うんうんうん、あのどういう形でやるのがいいかが分かんないままやっても見切り発車になっちゃうから、まあまあまあ、確かに。なんかこう、いいプランがあれば、うん、あのやりたいんだけどね。ぜひ、再開したら呼んでください。もちろん、もちろん。もちろん。あるいは、やり方を教えてください。あ、もう全然、うん、はい。ちょっとよく分かんない。もうサムネイルさえ作り方分かんないし。うん、まあ、僕も全部、携帯でやってますけど、ね、今だに。すごいね。携帯でできちゃうんだから。携帯の方が簡単なんですよね。へぇ、そうなんだ。アプリがいっぱいあるんで。へぇ。充実してるんで。そうなんだ。はい。パソコンだと、何でもできるんですけど、うん、洗濯機がすごすぎて。ああ、そういうのなんかこう、一個にまとめていくのに、やっぱり、うん、まあね、自分でひな形みたいに作ればいいんでしょうけど、うん、はい。なかなか。そうね、あ、じゃあ、あの、昨日送ってきたのサムネイル。携帯です、あれ。自分で作ってんの？そうです。すごいね。ああいうの、羨ましいよ。いやいや、あれ簡単ですから。そうなの？はい。すぐできます。はい。いや、もうびっくりしちゃった。手詰ましって書いてある。そう、買いがいいかなと思ったら、うん、なんかダメですって来て。最初あの。あのね、手詰まって、はい、基本、江戸時代の中期から明治初期ぐらいまでしか使われてない言葉なの。あ、そうなんですね。うん、だから手詰ましっていうと、そこの、世界観に限定されちゃうの。なるほど。うん、すいませんでした、それは。うん、だから、手妻っていう言葉を使うのは難しいのよ。なるほど。例えば、和妻っていうと、うん、実は、その江戸時代から現代まで指すから幅広いんだよ。うん、なるほど、なるほど。うん、だから、使い方によって、難しくなるときあるんだよね。なるほど、うん。勉強になりました。マジシャンっていうとさ、別に和妻やろうが、クロスアップだろうが、ステージだろうが、全部含まれるじゃん、マジシャンは。確かに。だから、マジシャンが一番間違ってないかなって思う。亀井さんのプロフィールにも書いてあります、うん、マスターマジシャンって、そう。どういう意味なんですか？あれはね、やっぱり、全てのマジックに精通するっていうことだよね。だからマエストロみたいな。お互いマスターマジシャンってことで。そうそうそう。よろしいんですか？そう、そこに関して。俺なんか本当にお店のマスターになっちゃったもん。いやいや、またちょっと意味が違う。違うけどね。たまにし。まあでも、お店のマスターもそういう意味ですよね。うん、そうだよね。語源としては。うん、はい、いや、だから、昔もそうだけど、マヤさんって、その、クロスアップもうまいけど、イリュージョンまですごいから、本当にマスターマジシャンだなと思うもん。で、鴨木さんも、イリュージョンやられるし。でもね、前、ほら、有楽町のホールかなんかで見せてもらったときに、あ、はい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 、あ、本当のイリュージョニストと俺はちょっと違うんだな。いや、そんなことないです。すごいもんな、あのイリュージョンのなんていうの、数々っていうか。いやいや、そんなことないです。うん、やっぱすげえなーと思って。いやいや、そんなことないです、うん。いや、だからね、自分もやっぱりイリュージョニスト、だからイリュージョニストは名乗ってないのよ。うんうんうん、イリュージョンはやるけど、イリュージョニストっていうほどイリュージョンじゃないなっていうのはあるんだよね。うん、うん、やっぱりイリュージョニストを名乗るからには、やっぱり、そのバンバンできるだけの力がないとと思う。うん、だから今度の12月4日はね、割とイリュージョンいっぱいやろうと思ってるの。うん、だからいつも自分がやるマジックショーだとイリュージョンって3つぐらいしかやんないの、だからそれをもっと何倍もやろうと思って。なるほど。うん、12月4日、三越劇場、ね、はい、ぜひ来てほしいです。もう、はい、まだチラシもできてないけど、ね。ああ、そうなんですね。うん、またできたらこの。はい、動画のリンクに貼っておきますけど、はい。あるいはできたらまたこうやって出演するよ。ああ、そうですね。確かに。はい。これ1回で終わりなの、出演、ゲストは。いや、一応、その、何回も出てもらってる方は、いるの？吉宗かなさんという、キャンプ飯の方。え？キャンプ飯。インスタグラム。インスタグラムの、キャンプ料理の。やってる女性がいるんです。へぇ、はい。その、ぐらいですかね。ああ、本当。はい。全然、はい、うん、お願いします。でも早くチラシできないかなと思って。そうですね。うん、はい。ドキドキしてるんですけどね。まあ、先輩後輩マジシャン
でやんなくてもいいですね。負担に上水さんと喋るだけで。そうだよね。はい。だって先輩後輩マジシャンじゃないからね。もう同期みたいなもんだね。いや、後輩が言いますから。そうか、夢丸くんか。そうです。そういう意味なんですよ。なるほどね。はい。僕が先輩で後輩が夢丸くんっていう、そういう先輩後輩マジシャンです。はい。よくゲストと先輩後輩マジシャンっていうふうに思ってた。違うんですよ。あ、違うんだ。僕が先輩で後輩なんで、先輩マジシャンの僕が後輩マジシャンの夢丸くんと喋るっていう、最初はそういう、はい。なるほどね、企画だったんですけど、途中からゲストに出ていただいて、でゲストに来ていただくと面白いから、うん、ゲストに毎回来てもらうっていうので、でもう42回もやってます。すごいね。毎週。すごいね。週一でやってますから。だからね、その根性だよね。根性、うん、やっぱりね、こう、コツコツと定期的にやり続けることが一番重要なんだなと思う。あ、でも何でもそうですね、それは。うん、お店は何年ですか ?13 年。うわぁ。もうね、このビルの中で最も飲食店で古い方になっちゃった。みんななくなっちゃった。13年やった。赤坂見附にあるマジックバーサプライズですから、皆さんぜひ遊びに来てください。うん、はい、営業時間何時から何時ですか ?7 時から12時まで。7時から12時。うん、はい。で、男性がおいくらですか ?5800 円。女性が4800円。これもう13年変わらないお値段だからね。もうでもそろそろ上げないとやばいんじゃないですか。やばいよね。っていうかもう前からやばいのよ。もうだからさ、13年同じ金額でやり続けるっていうのは本当にきついよ。赤坂で5800円です。安いでしょ？大丈夫なのかなと思う。いや、ダメだよ。だから、ダメなんだけど、自分がもともとこのお店を作ったのは、自分の教え子たちがやる場がないから作った。なるほどね。うわ、このお店を作ったきっかけはマジックシアター六本木なの。うーん、マジックシアター六本木がなくなった時に、じゃあどうしたらいいんだ、自分でやるしかないなってやって作ったの。なるほど。うん、で、いろんな子に教えてたから、その子たちが実践できる場所がないかなって作ったの。うん、そしたらみんなね、出世しちゃったの。巣立ってったから、もうそろそろいいかなっていう。なるほど、面倒見切ったよと。そうそう。なるほどね。もうみんな俺より偉くなったから大丈夫。まあでも今日ね、僕上口さんにもう一個やっぱりお話聞きたかったのは、うん、僕も今ですね、スリービンエンターテインメントっていうマジック、うん、マジシャンのグループを一応持ってまして。すごい。それは株式会社？いやいや、ただのグループなんで、もうサークルじゃないですけど、うん、やっぱり活動の場所を作りたいなっていうか、うん、うん、結構やめちゃったんですよ、コロナの時に。うん、ウーバーイーツで働きましたとか、そうそう、実家に戻りましたとか、うんうん、で、なんかそのいろんな子たちいたんですけど、結構こうバラバラになっちゃったんで、やっぱりこのなんかお店作ったらいいんだろうなと思って、だからそういう今目標でお店作ろうと思って頑張ってます、うん。まあ、ただね、お店作って思ったのはね、ちょっと考え方が今違ってる部分があるかな。お店を作るのは実は簡単なんだけど、はい、お店を維持するとか、お店のためにやるっていう考え方が難しいんだなと思った。うん、と言いますか。結局ね、マジシャンは自分のマジックやりたいからやってるだけで、うん、お客様のためのマジックとか、お店のためのマジックじゃないんだよね。なるほど。うん。あるいは今度お店作ったら作ったで、本当のマジックじゃなくて、受けるマジックとか、うん、ギャグとか、そういう方向に走っちゃうのよ。うん、なるほど。だから、本当の意味でのマジックを覚えるに、お店が本当に適切なのかどうかっていうのは、うん、だんだんちょっと疑問に思うようになってきた。なるほどね。うん、まあ、それは分かる気がしますね。うん。芸性を高めるっていう意味では、うん、もうお店が最適かどうかっていうのはちょっと難しいかなっていうところですよね。うん、だから、いろんなマジックバー、俺も大好きで行くんだけど、大体、うん、みんな似通った喋り、似通った手順、うん、似通ったキャラクターになってくるの。うん、でもそれはね、致し方がないんだなと思った。やっぱりそのお店を維持するために、あるいは自分が小銭を稼ぐためには、そういうキャラ、そういう演目しかできなくなる。だからなんかファッションが世界中でだん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 似通ってきちゃうのと結構近いものがあるかもしれない、うん、売れるものを追求していくとそうなってくるみたいな、うん、でもね、やっぱりマジシャンで一番大事なのは個性だから、うん、それはもうターベルコースにも書いてあるんだけど、個性を磨かない限りはそのマジシャンの価値がないのよ、うん、だけどお店に入ってただ一般客に見せてたら、別にフラッシュペーパーボン、コットンボン、うん、アンビシャスカード上がりました、おまじないをかけてあげると、はい出ましたでいいんだもん。
そうするとその人が10年20年やったところで何になるんだろうって考えちゃう、うんうんうん、お酒をごちそうになったりシャンパン入れてもらうのは上手になるかもしれないけど、うん、本当の意味でのマジックマジシャンになるにはなんか違うんじゃないかなと思うところある、うん、だから今の若いマジシャンにいろんなマジックの話を聞いてもマジシャンの名前もマジックの作品名も何も知らないままただいやあのこういう人がやってたんでって言われると思う、うん、でもその人はその人で真似してやってることでだからどんどん劣化コピーになってくんだなっていうのが分かった。なるほどね、うん、はい。いや、それすごいわかります、ね。うん。じゃあ、そういう意味では、やっぱりあれですか、劇場みたいな方がいいってことですよね。うん、やっぱり劇場、だからマジックキャッスルってすごい場所だなと思う。うん、ああいう場所があって、切磋琢磨してっていう形を取らないと、うん、結局あの、例えば、あなたのここが良くないんですよって言うと、いや、でも受けてますからって言われちゃう。うん、受けてるんだからいいじゃないですか、うん、とか、そう言われちゃうと、まあ、そうですか。まあ、それはそれである種正解というか。ある種正解なんだけれども、うん、それをやり続けた先に何があるんですかなんだよね、うんうん、そうかと思えばそのフィズムを目指しててそれに特化したマジックしかできなくなっちゃった人も多いよね。若い人多いですよね、うんうん、でもそれはそれで今度一般に受けるのかどうか。でも一般に受けなくてもいいじゃないですかって言われたら、うん、まあそうだよねって。コンテストに勝つためだから、うん、まあそれもある種正解みたいな、うん、そうだから店を作ることって果たしてどうなのか、うん、コンベンションで勝つことって果たしてどうなのか、うん、なんかあの考え出すとあの難しい問題なんだなって思うね。だから若い人を育てるっていうのも、うん、難しいのよ。なんか僕は単純に、うん、やっぱり今そのちゃんとしたマジックを見る機会が少ないし、うん、見たことある人も少ないと思うんですよ、うん、まあ日本の人口1億1000万ぐらいいると思うんですけど、うん、おそらく 99% ぐらい見たことない。見たことない。見たことない。思うんですよね。本当に見たことない。90% なんていうか 10% 見たことあるってことは絶対ないと思うんですよ。ない。ない。ないですよね。だって、10% ってことは10人に1人聞いたら見たことあるってなるけど、うん、そんなにないですよね。だからまずやっぱりそこの裾野を広げて、触れる機会を増やしてあげる。うん、っていうことでマジックに興味を持ってもらうっていうのはやっぱりそういう地道な活動かなと思うんですよ。まあやっぱり動画がいくら増えても、ね、生のそれとは、やっぱり比べ物にならないというか。そうなんだよね。はい。いやだから本当は生で体感してもらいたいんだけど、うん、やっぱハードルが高いんだよね。だからお店を作ったとしても、例えばほらお酒飲まないでしょ。はい。お酒飲まない人バー行かないもん。うん。というかマジックバーって言ったらお酒飲むとこでしょ。うん。でなったら行かないよね。確かにね。じゃあ子供連れてきますか。うん、連れてこれないでしょバーだから、うん、ってなる、うん。うん。確かに夜の飲食店と直結してるイメージありますよね。うん、日本のマジックは特に。そうだから結局マジックバーがいくら増えても、うん、じゃあそれが本当の裾野を広げることになるんですかってことなの、うんうん、だからこのコロナでどんどんマジック潰れてることを考えたときに本当にマジックバーって必要なのかなとも思う、うん、潰れてますか。結構潰れてる、うん、その辺の事情全然知らないですよね僕、うん、だからね例えば俺もそうだけど自分の店を踏ん張ってやってるマジシャンは踏ん張れるけど、うん、例えば別のオーナーがいてとかってなったら、うん、もうダメじゃんとかってなって潰されちゃうんだろうね。あ、なるほどね。数字だけ見られてみたいな、うんうん。実際、どれぐらい潰れちゃったんですか？いや、わかんない。別に統計取ったわけじゃないけど。なるほど。ああ、ここもなくなったんだ。ああ、ここもっていうのは。あ、でも実際そういうの目にしてて、みたいな。うんうん、あ、そうです。六本木ももう1店舗ぐらいしかないですもんね。そう。いっぱいあったの。あ、いっぱいあったんですか？だって、それこそ、あの、東京王だってなくなっちゃったじゃん。うん、ああ、うん。なるほどね。うん、だから今、六本木だって、あの、オズマンドと L&S ぐらいしかないんじゃない？ああ、L&S。L&S ってありましたね。はい。ちょっとコメントを待っていきたいと思います。はい。ありがとうございます。ネクタイ姿にね、ということで。はい。ちょっと今日は珍しく、見えないですからね。はい。上口さんも、外見が老けずに、デブらず、ハゲもないので、かっこいいままなので、がっかりせず安心感あります。そうですね。いや、長年。でも、ハゲないですね。いや、もう危ないよ。危ないから、もう、ちょっとあの、フランシスコ・ザビエルになるかもしれない。いやいや髪の毛もしっかりやって。いやいや、危ないんだよ。本当に、どんどん薄くなる。マスターマジシャン、オールラウンドプレイヤーですね。まあ、そうだね、うんうん。でも、ここまで本当にいろいろできる方は少ないですよ。
と思います。それが良かったのか、そうでなかったのかっていうのはあるよね。やっぱり一つのあれに特化してる人の方が強いんだなとは思うよね。オールラウンドプレイヤーになりたかったから、そうなったけど。モノマネで言うとコロッケさんみたいな。になれたらすごいよね。そうだよね。いや、モノマネで言えばコロッケさんになれたらかっこいいよね。ね。でもそこまでなってない、ね。はい、前さんも神さんもテクニックはもちろんすごいのですが、ゲストとの会話のキャッチボールが楽しいから面白さ倍増するんですよね。手品のテクニックがすごくても技術自慢感しか感じないマジシャン結構多くて、マジックの面白さも半減するんですよね。ああ、なるほどね。いや、もうこれが真実なんですよ。うん、だから、マジック俺は上手っていうのって本当に嫌なのよ。鼻につく。で、一般の人ってそれを微妙に感じ取っちゃうんだよね。なるほどね。だから、いくらマジシャン増えてもね、はい、そのマジック1回見てもうマジックいいやってなる。確かに。だからさっき言ったようにみんな見たことないけど、なんで見たことないかって言ったら優れたマジシャンが少ないからの。もう1回見たいマジシャンがいないの。例えばつまらない映画を見てもさ、映画そのものは否定されないから、もう1回面白い映画があればいいやってなるけど、1回つまらない手品見たら、もう手品もういいよってなる。手品が否定されちゃう。そう。そうなりますよね。だから見せる側にもすごい責任があるのがマジックというジャンルだよね。確かに。ちょっと、マジック見せてもらっていいですか？このなんか流れでせっかくなんで。何やろうかな。はい。神さんに会えて5800円は激安ですね。そうです。ぜひ来てください。うん、13年やられてる。13年やってますよ。はい、マジックバーではなく家族できるマジックファミレスってあるんでしょうか？マジックでもレストランはありますよね、たまに。え、どこ？あの銀座のジョイヤとか、あとあの沖縄のお店僕は行ったことないですけど、あ、オーシャン。オーシャンでしたっけ、そこもマジックレストランじゃなかったっけ、あ、だからオーシャンみたいなところがね、東京にあったらなと思うよね。うん、あの内装、あのトリトさんがね、映したやつ見せてもらったけど、すごいもんね。いや、僕、あのあんまりちゃんと知らないんですけど。ああ、やっぱね、トリトさんはすげえなと思う。だから、ああいうビジネス的感覚ある人がもっといたらよかったのかな。あの人はだからすごいと思うよ。そうですね。何の話でしたっけ？マジックをいいですか？ああ、マジックね。はい。やりますけど。じゃあ、ちょっと待ってください。はい。じゃあね、はい、まやさんね。あ、僕でいいんですか？いいよ。はい。あの、好きなカードどれか言って。ちょっと待ってください。ちょっとだけじゃあ、はい、こんな感じで。うん、どれか言って。言えばいいんですか？言うだけでいいよ。じゃあ、ハートのクイーンにします。ハートのクイーンね。はい。そしたら、ちょっとサインしてほしいの。はい、いいんですか？いいよ。書いちゃって。うん。あ、これ、これ見えるよ、ね。ほら。じゃあ、ちょっとここら辺に。うん。ハートのクイーン、自由に選んだカードにサインしちゃってます。はい。はい。これいいね。書きました。はい。結局ほら、こういうのって、打ち合わせがあったりとか、なんか、ズルしたりもできるけど。何もしてない。何もしてない？これサインしてるよね。はい。おぉ。どうだよね？はい。あ、もうちょっと引いてていいよ。もうちょっと引いて。うん、じゃないと、なんかインチキしてると思われると。はい。いや、こうか。そうですね。おこう。じゃあ、これ折るね。はい。はいはいはい。こう、折る。折ってます。うん。横で見てても折ってます。折ってます。折るだけじゃん。破きます。切ってます。大胆な。せっかくサインしたのに。せっかくサインしたのに、こう、もうさらに。いきなりショックな。あらら。あらら。あららね、はい。別にこう、なんかあるわけじゃないよね。何もない。でね、ライター、さっき借りたんだけど、はい。さらに燃やすのよ。燃やしてます。サインして。せっかくサインしてるのに燃やしてます。燃えてるよね。破いて燃やして。あっち。ほら。おっ！世界に1枚だけのカードが。燃えました。ちょっとこれ調べて。あらららら。さっきのサインですね。はい。一緒です。いやいやいや。ああ、やっぱ破るのインパクトありますね。あ、ちょっと臭い。臭いでしょ？ちゃんと燃やしてる。燃やした。ちゃんと燃やしてる。ちょっと臭い。ちょっと臭い。燃えてましたよね。
なんかいきなりやってって言って、なんかちょっと予想外のマジックでしたけどね。いや、何やろうかなと思ったけど、まあ、こんなんで許す。すごい。素晴らしい。こんなの出てくる。すごい。でも、このマジックだって何十年も前からあるんだよ。いい。あの、有名なところでは、原案的なことで言ったら、フレッド・カップスが得意だったの、これ。だから、あの、カードを破いて復活するやつの元祖みたいなネタだよ。だけど、今の人に見せるとみんな知らないんだよね、これ。みんなほら、デビッド・ウィリアムソンの。すげえ。デビッド・ウィリアムソンのトーン&レストワードばっかりやるじゃん。あ、はい、あるいは、ガイ・ホリングワースとかね。ああいう方に行っちゃうけど、元の古典の方が俺は好きなのよ、だから。まあ、インパクトありますね。クリーンですね、ちょっとしたでも使えるネタ。確かに。もう。他なんかありますか？他。他、じゃあ、例えばこう誰かあのもちろん打ち合わせがないんだけど、はい、あ、不可能なカード当てって知ってる？知らないです。知らない？はい、でもね、みんなもいろいろ見てきたと思うけど、はい、不可能なカードマジックってあるのよ。うん、多分俺しか。あらら。それぐらい不可能なの。例えば今ここでチャットあるでしょ？はい。52枚、ジョーカー除いて52枚、誰か真っ先に言ってほしいの。1枚好きなの。ほら、誰か。どなたかお願いします。うん、早いもん勝ちで、フリージョーカー。最初に、来て、コメントいただいた方のカード、なんとかの何って。はい。ダイヤの3とか、まあ、そうそうキングとか、そうスペドン3とか、そう、パッと。はい。エースからキングありますからね。ね、何でもいいよ。1から13。あ、早い。くんちゃんが最初に来た。じゃあ、くんちゃんの、はい、こちら。ハートのエース。ハートのエース。はい。今なら変えられますけど。今なら変えられます。おもちゃんねるさんはハートの子。どうしよう。ハート。まあ、でもじゃあ、うん、くんちゃん一番なんで。ハートのエースで。ハートのエースで。お願いします。はい。さっきの。うん、さっきの。カード。ハートのエースですよね。ハートのエース、はい。じゃあこれハートのエースとりあえずここに置いておきます。はい。ね。胸ポケット。胸ポケットね。はいはいはい。例えば、不可能なカードマジックやるって言ったじゃないですか。うん。これはね、予言とかじゃないんですよ。うん。例えば虫の知らせとかテレパシーとかそういうんじゃないんですよ。透視術とかそういうんでもないんですよ。うん。これ意味わかります？不可能なカードマジックです。はい。これね、はい、どういうことかっていうとね。まずこれ予言ではないんですよ。なんでなんですか？予言って書いておいた。予言って書いてある。あとこれマジックでもないんですよ。おお。あと素晴らしいわけでもなくて幻覚でもないんですよ。おこれね、うん、第六感でも不思議でもないんですよ。もちろん手品じゃないし神秘でもないし超能力でもないんですね。なるほど。ありえないこと、これありえない、これ途方もないでしょ。ゾッとするでしょ、はい。これ偶然でもないんですよ。先端でもないし、透視術でもないし、はい、テレパシーでもない、霊感でもない、神業でもない、ひらめきでもない、虫の知らせでも、はい、信じられないことでも、独身術でも、脅威でも、異常でもないし、夢でもないし、ミステリーでもないんです。あくまでも不可能。おお。あ、落ちた。落ちちゃったけど、あくまでも不可能なカードマジック。おお。ええ。すごい。初めて。ああ。不可能なカードマジック。これは受けますね。これはすごいですね。不可能ですよ。初めて見ました。はい。予想と違う不可能なカードだったでしたけども。はい。いえ。書くのが大変なっていうね。そうですね。字綺麗ですね。あ、本当？すごい見やすい。そこ？感想そこ、字綺麗ですねって。そこ？夢丸ちょっとバカにしますよ。わかる。すごいな、当たり前としては。うん、はい。ね。ね。夢ちゃん、なんかありますか、亀内さんに。そうですね。まあ、もう、流星さんもいろんなマジックやってきて、クロスアップからステージもやってきて、もうマジック道具もたくさんあると思うんですけど、そんだけいろんな仕事してきたと思うんですけど、うん。これだけ長年仕事をこう、取り続けてきた秘訣っていうのはちょっとやっぱ、若手マジシャンに
流星さんならではの教えていただけたら、これをやってるからみたいな。やっぱりマジックのプロになるっていうことだと思うんですよ。上っ面だけのマジックやってるとアマチュアと変わらないんですよ。うん、で、あの深みのあるマジックができる人って雰囲気、こう、なんていうの、醸し出せるのよね。だからこの人のやってることは本物なんだって思わせる雰囲気を作るためには常日頃からマジック研究しなきゃいけないの。うん、でマジック研究するためにはどうすればいいかって言ったら、とことんマジック好きになるしかないのよ。うん、だから今の若い子たち見てすげえ残念なのは、本当はマジック好きじゃないんじゃないかなと思う。亀さんに比べるとね。そう、うん、だけど欧米の人たちとか、あるいは本当にすごい人たち見てると本当にマジック好きなのよ。うん、どんなに売れた人でもこんなにマジック好きなんだってっていう人たちがやっぱり生き残ってるんだよね。うんうん、だからアメリカのコンベンションとか行って感じるのは、すっげえ有名なマジシャンのくせにすっげえマニアの。うん、だけど日本の若いマジシャンだけじゃないけど、うん、なんかいや一般にはこれでいいんですよとかいう感じのマジシャンの、ね、そういう人、そう、そうじゃないんだよ。やっぱり一般の人もプロもマニアも喜ばせられるマジックできるぐらいのこう高めていく。なんか普段の努力、引き出しの多さというかね、うんうん、だって破って復活するカードだったら何百種類ってある中で1種類覚えれば十分ってわけじゃないのよ、うん、今回破って復活するカードやったけど、自分はもうそれだけでも何種類もレパートリー持ってるし、マヤさんもそうだと思うし、だからなんだろう、レパートリーを常に増やすこと、うん、それはマジックの道具を買うこととか、マジックをただ覚えることじゃなくて、レパートリーって別なんだよ、うん、やっぱりいついかなる時でもできなきゃいけないものがレパートリーだし、いついかなる時でも受けるだけのものを持ってないとなとは思うよね、うんうん、欧米の人ってみんなあるよね。そうですね、うん、はい、なんか見せてくださいよって、おいいよってすぐできちゃう、うん、でもどうしようかなみたいな人あんまりいないですよね、うん、そう、はい、逆に見せてって言わないのに見せようとする人が確かにもう一回やりましょうか。もう大丈夫です、ね。ちょっと行かなきゃいけないんだよ、すいませんみたいな。逆にそれぐらいの方いますから。もともと自分が塩コショウをやりたかったのはね、うん、ゴシュマンの。ゴシュマンの隣に座りたかったの。おだって、ゴシュマンの演技を映像でしか見たことないけど、うん、生で見たことないんだけど、うん、なんで隣にいる人が不思議なんだろうっていうのも不思議だった。あれ、隣にいてなんでわからないんだろうっていう。うん、でゴシマンが来日するっていう予定があったから、そのコンベンションに予約したらゴシマン死んじゃったんだよね。来れなかった。会えなかった、うんうん、だから例えば自分の塩コショウってその思いでやってるのよ、うんうん、でもし自分がアマチュアだったらマニアだったら生で見たいと思うもん。そうですね、うんうん、だからびっくりしたのはやっぱり台湾とかそういう人たちはやっぱりあれ塩コショウが生で見たいとか言ってって言ったときに、うん、そうだよね。だから、うん、日本のマジシャン若い子残念なのはそういうのも知らないんだなっていうことだよね、うん、やっぱ生で見る良さが分かってないから、うんうん、少なくとも自分らが学生の頃若い時って、俺本当に九州にすごいマジックバーがある、名古屋にマジックバーがあるって言ったらもうそれだけで見に行ったもんね。そうですね、うん、はい、実際噂だけでも そう見に行っちゃいますよね。そう、はい、それわかります。極端なこと言うとアメリカでこういう人が来るって言ったら、あ、それだけ見にとかね、うん、そういうこともしてたもんね、若い頃はね、うんうんうん、今はやる気がないけどいや、若いうちにどんどんそういうことをした方がいいなっていうのがアドバイスかな、うんうん、今のうちにちょっと吸収して、うん、仕事につなげると。で、なぜならば今自分がやってるマジック、さっきのマジックもそうだけど、全部30年前に自分が覚えたマジックの、若い時に覚えたマジックしか年取ってできないのよ。だから若い時にたくさんマジック覚えとかないと、40、50になって新しいマジックできないから。知識の先に。うん。たくさんマジック覚えとかないと、年齢を減るに従ってどんどんマジックができなくなる。うん。だから20代に覚えることが大事。神谷さん、今おいくつなんですかって聞いていいんですか ?53。53歳。うん。うん、だからもう年寄りなのよ。いや、年寄りではない。いいですよ。あの、さっき始まる前に言ってますけど、なんか昔の50歳って、もっとね、なんかすごい、うん、あの、年寄りのイメージでしたよね。うん、はい、うん。
まあ、神口さん若いですけど。いや、若くないんだよ、だから。うん、若くないんだよ。やばいんだよ。もう、殺すし、もうおかしくないから。さっきのマジックの感想があるやん。やる。ああ、嬉しいね。はい、うん。パチ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 。はい、おお。亀井さん、不可能なカードはいくらで販売中ですか、ね、作るの大変ですよ、これ。もう書くだけで大変だったもん、もう。そうですね。本当に。っていうか、ああいう言葉を、単語を思いつくだけでめんどくさかった。確かに、確かに、確かに。あの量。うん。ハートの17ってちょっとタイミングも遅いですし、あのハートの17ないですしね。キングも欲しいね。サプライズ来たら対応してくれる。ああ、うん、はい。やっぱり好きこそものの上手だ、ね。うん、慣れだね、ということで。はい。上口さんの若手は捨て品好きじゃないかっていう気持ちよくわかります。笑い芸人もそうですが、好きな延長線上で仕事してる人より、好きの前に仕事にしたい気持ちを先に持ちつつ、捨て品練習し始める人もいますよ。確かになんかマジックでバイトしたら儲かるからみたいな理由でやってる人もいるっていうのが、うんうんうん、あの聞いて、うん、僕の周りではいなかったですけど、うん、あそうなんだと思って、うん、まあでも確かにね、うん、こんな時代ですし、うん、ありえるかなみたいな。それはね、今他のジャンルでもそうなの。だからお笑い芸人とか、あの全然違うジャンル、落語とかなんか講談でもそうだけど、マジック取り入れるようになってきてる。うん、それは受けるから、うんうん、大道芸人見ててもそうだもん。本来はジャグラーだけど、うん、ジャグリングだけだと人集まんないから、まずマジックやってからとか。なるほどね。だから別にマジシャンになりたいとかマジックが好きとかじゃなくて、マジックは使えるっていうことにだんだん違うジャンルが気づき出してる時代なんだよね。うん、うん、でそっちの方が受けちゃったりするんだよ、マジシャンがやるより。ああ、パフォーマンスはしっかりしてるから。そう、なるほどね。だからやっぱりマジシャンは他のそういうただマジックやってる人と違うんですよっていうのを見せつけられなきゃいけない気がするんだよね。うん、うん、まあそこはだからやっぱりね、プロの我々がしっかりやっていけばいいかな、うん。だってあの石黒三平さん見たとき衝撃的だったもん。うん、あの人だって別にマジなんじゃないじゃん。うん、だから芸人さんですよ、ね。素晴らしいパフォーマー。うん、うん、ああいう人たちに負けてるんだなと思ったの。うん、うん、あもちろんあの人も多分マジック好きなんだろうけど、うん、でもマジなんじゃないじゃん。うん、まあ芸人さんですからね、うん、まあ、いわゆる。でもどんどんそういう人が増えつつある気はするよ、ね。確かに。うん、お子さんもすごいですよね。それはだっていいと思うんですよね。うん、はい、くんちゃん。確かに生で見るのはすごいよね。びっくりしかない。感動したもの、まやさんのマジック。あ、うん、ありがとうございます。特にね、まやさんの喋りがうまいのよ。いやいや、いやもうあの喋りがすごいから、相乗効果で本当に素晴らしいよね。いやいや、うん、あの、特にセリフってわけじゃないんですけど、ね、普通に喋ってる感じなんだ。だからね、その普通喋るのが難しいのよ。あ、だから、マジックってマジックすることを考えちゃうから喋れないんだよ、うん、普通。うん、だから喋る方に集中できるぐらい手が馴染んでなきゃいけないんだよ、ね。確かに確かに。うん、はい、だからやっぱりやり慣れてないマジックやると喋れなくなる人多い、ね。そう、そうですね、うん、はい。それは僕もそうかも。うん、はい、未だに。はい。神木さん53歳です。若いです。若いですよね。そう、若いんですよ。やっぱりね。表に出る人は若い人が多いですよね。おじさんですよね。深みのあるマジックいいですね。好きだから努力も楽しいし、研究も楽しい。どこまで好きなのかですね。そうなんですね。うん、はい。だからもう、日本のマジック界でも、ここは1、2を争うマジック好きだよね。好きだと思います。うん、はい。だから他はあんま自信ないのよ。自分が上手いとかすごいとは思わないけど、マジック好きだっていうことは自信があるもん。もうそれは僕もそうかもしれない。でも本当にお互い、なんか僕ら以上に好きな人、そういないですよね。そういないね。はい。うん、いないわけじゃないけど。いないわけじゃないけど、その、うん、そういないですよね、うん。何十人はいないですよね。いないね。ね、本当に。うん、はい。そう思います。というところで、はい。そろそろですね、もう1時間20分になりまして。ああ、という、ね。はい。全然時間足りないね。うん。なので、またチラシができたらタイミング。そうだね。はい、ぜひ。うん、ちょっとなんか、いいね。はい。まあ、そんなところで、最後にじゃあ、神内さんの今後の展望というか、はい。はい、お聞かせいただけたらと思うんですけど。いや、もうね、今後の展望も何もわからないんだよね。だから、12月4日の三越劇場に全力尽くすしかないなと思って。うん、もう、あと2ヶ月、3ヶ月しかないから、はい。もう、とにかくやれる範囲で、うん、あの、できることを全力でやるしかないなと思ってるんですよね。はい。そっから先はそれから考えようと思って。うん、あとはお店、このお店もとりあえず頑張ろうっていう。うんうん、もう13年やってますから。13年やってるから。もう20年、30年と。いや
続けていきましょう。だんだん体力。大丈夫です。大丈夫ですか、はい、うん。たまには店に来て俺のマジック見に来てよ。あ、そうですね。うん、はい、いや、見せたいマジックいっぱいあるの。わかりました、うん、はい。見せたいマジックいっぱいあるんだけど、ここでしか見せられないから、うん、塩コショウもそうなんだけど、うん、よそに持ってってやれるネタじゃないんだよね。まあまあまあ、確かに。うん、やっぱり自分の店でないとできないネタがいっぱいあるから、ちょっとね。本部から。いや、これ見てる方もね、ぜひマジックバーサプライズに来て、はい、今しかできない俺のマジック見てほしい。はい。うん、今しかできないのよ。ちょっとまた詳細、うん、こちらの動画の説明欄に貼っておりますんで、ぜひマジックバーサプライズお越しください。よろしくお願いいたします。三越劇場、僕も行きたいなと思ったんですけど、はい、ちょっとね、12月の前半からですね、まだスケジュールが、ちょっとはっきり言っとるなって。だから、うちらマジシャンにとって12月って稼ぎ時だから、そうそう、正直本当にしんどいんだけど、三越劇場取れたのがそこしかなかった。でもね、いいんじゃないですか、まあ。いや、一般的にはいい日だと思います。そう、そう。何曜日でしょ、日曜日。日曜日の昼と夕方のショーだから。はい。うん、ちょっとね、僕、ま、今、仮が入ってまして。ああ、まあ、そうです、ね。すいません。いや、いいんです。日曜日ですから。はい。はい、ただ、亡くなったら、はい。お邪魔する予定なんで。亡くなれ、亡くなれ。いやいやいや、そういうことはね、はい。ということで、はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。じゃあ、ゆめちゃん、来週は？あ、ちょっとまだ決まってないですね。はい。はい、わかりました。じゃあ、この前の、ハリーポッターの水島優さんのやつを先に。そうなの、アップを急いでおりますんで。あれ、いつ上がる予定なんですか？いや、もう最終、一回修正して直して、あと確認して OK もらったんで、もうあと少しだと思うんですけどね。うん。でもやっぱり、忙しいね、ホリプロさんに確認してもらってるんですけど、はい、うん。まあ、この弱小 YouTube に、ね、なかなか僕のね、チャンネル少ないんで、優先順位がちょっとあれかもしれないですけど。いやいや、まあでもね、はい、せっかくなんで、早めに見たいですね。はい。待っております。はい。あと、僕もちらっと映ってます、お笑いイリュージョン。TVer っていう、ところから見れます。はい。結構面白かったので、ぜひ皆さん見てください。多分今週中は見れるかなと思います。TVer でね、お笑いイリュージョンです。お笑いのお笑いにイリュージョン。イリュージョンで検索すると多分すぐ出ると思いますけど。はい。よろしくお願いします。ということで、ご覧いただきました皆さんもありがとうございました。じゃあ、また来週お会いしたいと思います。神谷さん、ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。